立川競輪地元選手のぶっちゃけ話。今回はなんと臨時版、日頃の選手の練習内容やバンクの走り方などこちらの方が紹介します。皆さんこんにちは、立川地区長の山崎です。今日は大宮道場の練習風景を紹介させていただきます。解説は飯島潤の方にお願いしてあるので、そこをよく聞いてください。選手はこんな風に周回練習してるよとか、こんな風にダッシュ練習してるよとか、皆さんがバンクを走る機会があったらぜひ参考にしてみてください。それではスタート。こんにちは、立川競輪所属の飯島です。今日は、競輪選手の練習を説明していきたいと思います。今行っているのは、周回練習といいまして、いわゆるウォーミングアップですね。この後の練習に備えて体を温めて、より高い、効果を得られるような練習のために行っています。シーズンやその時によって違うんですけど、だいたい 2,30 キロから早い時で50キロぐらいまで上げると思います。電車というのは、競技特性上、空気抵抗との戦いでもありまして、先頭の選手はものすごく空気抵抗を受けてしまいます。で、1人だけ疲れてしまうので先頭交代といって、順番に先頭を変わって行います。今日は、トータルで20周する中で、10周は普通に周回、残りの10周は並走周回です。競輪の本番のためのなんですけど、車間間隔、あと隣の選手との接触しながらの周回練習、これによって競輪の混戦にも強くなれるようなための効果を狙っています。競輪というのは自転車競技と違って、ブロックであったりとかそういうことがあるので、実際の本番60キロ以上出てるというのは、自転車を傾けながら体重をかけて当たったりするので、相当な強さになると思います。ウォーミングアップの最後に行うのがダッシュ練習です。短い距離を軽いギアでダッシュすることによって、筋肉に疲労を残さずに刺激だけ与えることにより、その後の練習を効率よくできることができます。皆さんこんにちは。3本の線があるんですけど、この2本の線を説明します。競輪的にはこの線が内見線と言います。この線を外帯線と言います。基本この線の中でルールをいろいろ決められてて、この線より何秒以上内側に走っちゃいけないことがあります。一番理想としてはこの辺をまっすぐずっと線に沿って走るのが一番最短でスピードが出ます。皆さん覚えてください。で、続いてこの黄色い線は何かっていうのを飯島君に説明してもらいます。こちらの黄色い線をイエローラインと言います。で、この線を先頭の選手がこれより外側を2秒以上走ると失格になってしまうので、選手はみんなこれを意識しながら走っています。というわけで、この3つの線は競輪を公正安全にするためにできた線です。皆さん覚えてください。それではスタートの、説明したいと思います。まずスタート前は少し後ろに重心を残した状態で、スタートと同時に前方に重心を移動させます。水平移動させる前に、で、背筋を使いながらペダルに体重を乗せつつ踏み込む。この時にハンドルを
全力で引く状態ですね。もうちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ウエイトトレーニングでいう、まあ、デッドリフトみたいな状態で、上半身でハンドルを引きつつ足を思い切り踏み込む、それと同時に反対の足は引きつける。そうすることによって素早いスタートを切ることができます。基本的にあのコースの先には障害物だったりとかに他の人間が走ってることはないので、そんなに遠い方を見ることはないんですけど、まあ大体10メートル15メートル先ぐらい、目線に関してはまあ本人の一番走りやすい場所でもいいと思います。トップスピードに乗り切るまでは立ちこぎするっていうのが大体普通ですね。なんで止まった状態からだと200メートルぐらい前後まで立ちこぎするっていうのがまあ普通ですね。あとギアの設定によるんですけど、軽いギアだったら早くトップスピードに達してしまうんで、そうするとやっぱり、座るタイミングは早くなるし、重いギアを選択した時は当然トップスピードに到達するまでが時間かかる、プラストップスピードが高くなる、で立ちこぎは長くなる。から運動会だったりすると止まった状態から 400m、 2コーナーの出口で座るか3コーナーまでの間に座るかぐらいになると思います。皆さんこんにちは、立川地区の山崎です。今から自分が競輪を走る心情をスタートからやっていきたいと思います。まず競輪はこの位置取りから始まります。3分線で言えば前を取った選手、真ん中を取った選手、後方を取った選手、そしてラインが形成されます。だいたいこの辺で順番が決まって誘導員に先頭が追いつく感じですね。ここで競輪 SQ リードは残り4周です。残り4周の時は淡々と誘導員のペースに従って、この内圏線と外対線の内側を低タイムで走ってますね。で今回は僕は追い込みなので、追い込み選手の走りをしていきたいと思います。はい、残り3周です。残り2周半のこの辺からみんなどんどん気合が入ってきます。大体もう SP ではこの辺からかけ始めます。残り1周です。ここでブロックする選手はまずこの辺に1回張ります。戻ります。今僕は先行選手の後ろついてるところで走ってます。でここで見ます。でここでブロックします。で戻ります。でここでもう一回ちょっとブロックします。で戻りますね。内側に来る選手を気をつけながら外も見ながら4コーナー続きます。ゴールです。だいたいこういう感じで競輪を走っていきます。皆さん今日は練習風景はどうでしたか？バンクの走り方、スタート練習、参考になりましたか？お役に立てれば幸いです。今コロナで皆さんとお会いできませんが、収束の際にはぜひ皆さんと一緒に握手をしたいです。皆さん立川競輪で待ってます。待ってます。待ってます。お待ちしてます。いかがでしたか？練習メニュー選手それぞれ嫌いますよね。私マジで周回超嫌い本当に。でも結構周回練習好きなんですよね。やっと3月から有観客で開催が復活したので、皆さんとまたイベントなどでお会いできると嬉しいです。それではまた競輪場で会いましょう。